こんにちは、ウェブマスターの手帳の遠藤です。このウェブマスターの手帳の YouTube チャンネルでは、ウェブ担当者の方、ウェブマーケターの方に役に立つ情報、参考になる情報を動画でお届けをしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画なんですけれども、本を検本していただきましたので、その本をご紹介したいなと思っています。で、その本がですね、こちらです。無料で始めるネットショップ、作成&運営&集客、すべてはわかると、全部がわかるという本でございます。この本ですね、著者はシカマさんです。シカマ .net のシカマさんですね。人類エキスパートとかウェブ解析士とかで活躍をされているシカマさん。ウェブマスターの手帳のチャンネルをフォローしてくださっている方であれば、先日私とシカマさんでライブ配信をしたものがありますので、シカマさんご存知の方もいらっしゃると思いますが、シカマさんはいろいろこれまでもですね、 Google アナリティクスの本だとかいろいろ書籍出されているんですけども、新しい書籍ということでこの本を検討していただきましたので、今回の動画ではこの本、レビューをしていきたいなと思っております。この無料で始めるネットショップなんですけれども、まあ、読者層、まあ、どういった人向けかと言いますと、これからネットショップを始めたいなって思ってる人とか、ネットショップ興味があるんだけども、どういう風に作ったらいいのかなとか、そういうネットショップ初心者、もうまだ始めてませんよっていう方向けの本です。で、基本的にはですね、ベースというサービスを使ってネットショップを作って運営してっていうところが書かれている。まあ、ベースを使うっていうのが前提になっている本になってます。まあ、ネットショップっていうとですね、まあ、私もウェブマスターの手帳とかで、いろいろ話をしていますけれども、例えばカラミーだとか、ストアとかですね、それ以外にもいろいろなサービスがあります。先日もウェブマスターの手帳でそういうネットショップ、いろいろねサービスを紹介する記事も出てますので、その記事なんかを読まれている方もいらっしゃるかと思いますけれども、いろんなサービスがあります。で、いろんなサービスがある中のベースですね、この、ここにもベース対応版と書いてあるんですけれども、このベースを使って、ネットショップ、まあ、EC サイトですね、そういったものを作る、運営していくっていうところを書かれている本です。私もですね、この本、つい先日届きまして、読まさせていただいたんですけれども、さすがシカマさんだなというふうに思っています。まあ、これからね、ちょこちょこっと、まあ、簡単ではありますけれども、ご説明するんですけれども、やっぱりですね、こういう系の本というか、何かサービスについて書かれている本だと、どうしてもそのサービスの使い方とか、サービスについてばっかり書かれているということがあるんですが、このシカマさんの今回の本ですね、1章2章については、まあ、ベースの話も出てくるんですが、ネットショップを始める上でやっぱり知っておかなきゃいけないこととか、やらなきゃいけないこと、ネットショップっていうのはこういうものですよって、こういうことが必要ですよみたいなことが、ちゃんと書かれてるんですね。例えばですね、法律の話とかも書かれています。まあ、サービスを使うとですね、特定商取引法とか、そういったものはまあ書かないと、設定をしないと、ネットショップ開設できないっていうふうに、まあ大体のがなってたりするんですけども、それ以外にもですね、例えば、薬機法だったりとか、あとは、まあ、今回この本ではちょっと書かれてなかったですけども、景品表示法とか、まあ、景品表示法はね、基本的には物を売るというか、サービスを提供する場合であれば、ネットショップに限らず、どこでも、ちゃんと守らなきゃいけない法律ではありますけれども、やっぱネットショップはですね、そういった日頃のやってるプラス、そういうやらなきゃいけない、守らなきゃいけない法律っていうのが、やっぱりあるんですね。で、どうしてもその、ね、ネットで販売をする上で、そういう法律をやっぱりしっかり守ってないと、やっぱトラブルになっちゃいますし、そもそもね、法律は守りましょうっていう話なので、そういう法律の話とかですね、あとやっぱネットショップ特有の返品どうするんだとか、返金はどうするんだとかですね、そういう話とか、そういうネットショップでやっぱりこう知っておかなきゃいけないというか、理解をしておかなきゃいけない、ちゃんとやらなきゃいけないっていうことがちゃんと書かれているので、やっぱりそこら辺はただこうベースのね、使い方はこうですよ、ベースはこんなことができますよとかって、ベースの話っていうよりか、ちゃんとネットショップの話がされているなという印象を私は受けました。今話したようにですね、まあ、1章2章っていうのは、そういうネットショップっていうのはこうですよっていう、最低限やっぱしとかなきゃいけない、知識だったり、理解、っていうものが書かれているんですけども、3章4章については、ベースを使って、実際にネットショップを作る、運営するっていうのは、こういうことですよっていうところが、ベースの実際のこの画面の
図解もあってですね、分かりやすく解説がされていました。で次に5章なんですけれども、5章はですね、ベースでまあ集客をするって、ネットショップで集客をするっていうところで、まあ、ベースを使ってどう集客をしていくかっていうところがいろいろ書かれています。特に SNS ですね。やっぱり私もですね、ベースっていうと SNS に強いなっていう印象を持っています、イメージを持っています。他にもね、いろいろなサービスあります。でそれぞれやっぱり、強み弱み、あると思います。合う合わないっていろいろなやっぱり特徴があるんですけれども、ベースはですね、やっぱり SNS に強いと、 SNS にネットショップを対応していくっていうのがすごくやりやすく、ちゃんと対応できるというのがやっぱベースの特徴かなというふうに思ってます。例えばインスタグラムのショッピング機能に対応するとか、 Facebook に対応するとかですね、いろいろあります。でそういったところがですね、この5章では書かれています。で最後のですね、6章ではですね、まあ、ベースの機能の紹介とか、まあ、こんなことができますよとかっていういろんな機能が紹介されています。私もですね、この6章でベースの追加機能、いろんな機能ですね、あ、こういうのがあるんだなんていうふうに知ることができました。統括としてはですね、まあ、ネットショップをこれから始めようとしている方、ネットショップ作りたいなって思っている方であれば、あんま読んで損は全然ないというふうに思いますし、ベースを使ってみたいなとか、ベースどうなんだろうなんていうふうに思ってる方はですね、もうすごくおすすめの本です。ただまあやっぱりね、その他のサービスを使いたいと、カラーミーだとかですね、ストアだとか、いろいろな、その例えばアマゾンに出店をしたいですとかですね、楽天に出店をしたいですっていうことになってしまうと、ベースを使ってネットショップを作る運営するっていう話ですので、さすがにアマゾンショップに出店したいですとかですね、楽天に出したいですとか、ヤフーショッピング出したいですっていう方は、参考にはなると思います。参考にはなると思いますが、基本的にはやっぱりベースを、使って、ベースっていうサービスを使って、ネットショップを運営したいなとか、作りたいなって思ってる人が、読む本かなというふうに思います。この新型コロナウイルスの影響を受けて、ベースっていうのはすごくこうユーザー数が増えて人気が上がっていって、ネットショップ自体、こうどんどん注目度が高まっているわけですけれども、まあ、私もクライアントの会社の中にも以前からですね、アパレルの EC サイトの管理運用っていうところを担当としてやらせていただいてますけれども、まあ、ウェブマスターの手帳で動画でも話してますし、雑談の配信の中でも話してますけれども、やっぱりネットショップ EC サイトってやっぱりですね、例えばコーポレートサイトとかオンドメディアとか、そういったサイトとはやっぱりちょっと違うんですね。同じウェブサイトはウェブサイトなんですけれども、やっぱりその先ほど話したようなですね、特定商取引法の表示が必要だとか、ちゃんとここの返金をしのルール決めをしなきゃいけないとか、返品のルール決めをしなきゃいけないとかですね、コーポレートサイトでは必要なかったようなこととか、いろんなものがやっぱり新たに発生してくるわけですね。で私はですね、ネットショップ、これ基本的に私のスタンスとしてそうなんですけれども、ウェブサイトとかウェブっていうものは魔法の杖ではないんですね。なのでネットショップ今ね、こう注目が集まっていますけれども、やっぱり魔法の杖のように思ってちゃうのは僕は良くないなと思ってます。やっぱりネットショップっていうのはこういうものなんだよねっていうのをちゃんと理解をして、それでちゃんと戦略を立ててネットショップに取り組んでいくと、ネットショップを作ったからといってすぐに売り上げがバーンってなったりですね、今までの売り上げがもうコロナで下がっちゃったものがネットショップを作りさえすればもうすぐにこう V 字回復すると、もう元のようなね、収入に戻るなんていう風に思われちゃってる方も中にはいらっしゃるんですけども、それは幻想ですよということだけは言いたいなと思ってます。特にですね、ネットショップは例えばまあランディングページとかコーポレートサイトとかオンドメディアでもそうなんですが、それら以上にユーザーエクスペリエンスっていう UX っていうところが非常に重要になってきます。どういうレイアウトなのかとかですね、いろんなところがすごく大事、文言だとか使う色だとか表示の仕方とかですね、写真の見せ方とかサイズとか、もうとにかくいろんなウェブマーケティングとかデジタルマーケティングとかで必要となる全部のですね、スキルとか知識とかそういったノウハウとか全部がネットショップでは必要になるというふうに私は思っています。今回ですね、この検討していただいてご紹介させていただいたこの無料で始めるネットショップ、作成&運営&集客が全部わかる本というような、こういう本をですね読んで、やっぱりネットショップっていうのはこういうものなんだと、こういうことが必要なんだと、こういうことをしなきゃいけないんだっていう知識とか理解っていうものをしっかりした上で
やっぱりネットショップを作って運営していく、運用していくっていう風にされるといいんじゃないかなという風に思います。やっぱりね、その売上が下がってしまって、それを何とか活路を見出したい、ネットショップに活路を見出したいっていう気持ちはすごくわかります。すごくわかるからこそですね、やっぱりせっかくネットショップを作るんだったら、それを無駄にしないように、消費とか消耗にしないようにですね、ちゃんとそこから収益が上げられるように、それもちゃんと継続的にしっかり収益が上げられるように、していかれるといいと思うんですね。なのでやっぱりこういう本を読んだりとか、周りにねネットショップをやってる方とかがいれば、そういう人にちょっとアドバイスを求めたりとかですね、そういう風にしてちゃんと知識を得て、ちゃんと理解をしてからネットショップに取り込まれるといいんじゃないかなという風に思います。今回ね、この本を検討していただきましたので、ご紹介させていただきましたけれども、私としては非常にいい本、ネットショップをこれから始めたいとか、ネットショップに興味がありますよとか、ベースに興味がある、ベースちょっと始めてみたいななんて思ってる人は、もう本当マストで、必読で読んで、置かれると、そのネットショップを無駄にするか、ちゃんと収益化できるか、継続した事業としてですね、収益の柱になるかっていう、こう2つの無駄になるっていう方にはいかないで済むんじゃないかなというふうに私は思います。というわけで今回はですね、この鹿間さんから検討をいただきましたので、無料で始めるネットショップ、技術評論者さんからですね、もう発売されておりますので、定価は1680円ということで、電子書籍の方も、電子版の方も Amazon では出ておりますので、この動画の概要欄のところに Amazon のね、URL は貼っておきますので、そちらチェックしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回はこの無料で始めるネットショップ、鹿間さんのね、著書の本をご紹介させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。